毎度、徹子です。ついに、韓国経済がデフレに突入したようです。消費者物価指数の上昇率が、統計が始まった1965年以来初めての11ヶ月連続 0% 台を記録。11月の消費者物価指数は、前年同月比で 0.2% 上昇しているんだけど、市場予想の 0.7% 上昇には届いていません。さらに、輸出は6ヶ月連続で2桁の減少、最大品目の半導体は 30.8% も減少しています。ニュースの詳細。韓国統計庁が発表した11月の消費者物価動向によると、先月の消費者物価指数の上昇率が11ヶ月連続 0% 台を推移し、物価は20年ぶりに最も低い水準に落ち、韓国経済がデフレに突入したという分析が相次いでいる。先月のマイナス物価はようやく脱したものの、前年同期比の上昇幅は 0.2% にとどまっている。消費者物価の先行指標である10月の生産者物価指数は前年同期比で 0.6% 下落しているので、物価上昇を妨害する要因として作用している。経済専門家たちは、韓国経済が事実上デフレに突入したので、政府は物価下落を食い止める追加政策を急ぐべきだと指摘した。もし時期を逃した場合は、日本の失われた20年を韓国経済も踏襲することになると懸念を示した。とのことです。めっちゃ最高。韓国銀行は11月29日の金融通貨委員会で、政策金利を 1.25% に据え置くことを決めたんだけど、この政策金利は過去最低。7月以降、韓国銀行は韓国経済の悪化を食い止めるために利下げを繰り返していて、7月には 1.75% から 1.50%、 10月には追加利下げで 1.25%、 11月の会合で追加利下げの見送りという流れでどんどん利下げしています。今の韓国経済を考えれば当然の対応なのですが、追加で利下げする余地はそれほど残されていません。中央銀行のイ・ジュギョル総裁は、経済は来年半ばまで現在のペースと同様のトレンドが続いた後、改善し始める見通しだと言っているので、まだまだ落ち込みそうですね。半導体や自動車などの輸出に大きく依存する韓国経済は低迷していて、中央銀行が2度利下げしたり、政府歳出を拡大したりしているけど、経済成長率を押し上げるには程遠く、成長率は過去10年で最悪の数字となる見通しです。ほんまに？すでに韓国国内ではディスカウントストアの売り上げが鈍化していて、内需が冷え込み込んでいる。対中輸出の落ち込みで、韓国の生産活動の鈍化、韓国の雇用、所得環境の悪化など、待ったなしの状態です。こちらが韓国国民の反応です。マジかよ。政権初期にはムンジェインを支持していたが、この政府が3年も続くのかと考えるとゾッとする。経済はめちゃくちゃだが、今後良くなる見通しがないことがもっと恐ろしい。約10分の1の確率で不動産の暴落が予想される。絶対に高級住宅を買うな。デフレ開始で長期低迷局面入りは確実だ。政府は何の対策もせず、むしろ景気後退を先導している。ムンジェインの手にかかれば、日本のような失われた20年ではなく国が終わりだけ。左派政権は最悪だ。社会主義経済が成功した前例がないのに、どうして韓国で実践しようとするのか。一番心配しているのは、ムンジェインの残す負債。負の遺産を受け継ぐ、私たちの息子、娘たちの未来が心配だ。ベネズエラ行きの直行列車に乗っているようだ。本当にデフレなの？ソウルやプサンのアパートは、1週間で1、2億ウォンも値上がりしているのに、国内消費が減って、海外旅行消費はものすごく増えました。経済がめちゃめちゃになっているけれど、政府はまだ大丈夫だと国民に偽情報を垂れ流しています。自営業者や企業にたかって税金をむしり取り、特殊予算に税金をつぎ込んでいるからこうなる。こんな国で
誰が事業をしたいの。韓国政府による抜本的な経済対策を打ち出す必要があるのですが、今のムンジェイン政権は何をやっても裏目に出るすごい政権なので、今後が楽しみですね。最後まで見てくれてほんまにありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。